ちゃこんにちは。ちゃさゆうたかさん、はい、まあ、4月ももうちょっと半ばに差し掛かろうとしていて、はいはいはい、開幕して、まあ、2週間ちょっともう経つのかな、まあ、そうだね、はい、ですが、まあ、ちょっとここまでちょっと振り返って、うん、まあ、豊さんが当初開幕前に予想していたセーパーの順位結構まあ違ってきて、いや、まだ順位表っていうのは最終段階だからなまあそうですね、そう途中経過を予想してるわけじゃないからさ、そうなんですよ、ただ、うん、俺の予想が大幅に外れることもあり得るということだ。そういうことですね。じゃあ幸せなことに。まあそうですね。うん、逆に指名された逆指名されたチームは、まあ、ラッキーと思ってるチームもそうだね。じゃあなんでこのチームは豊さんの予想と反して良くなってきたのか、はいはい、悪くなってきたのか、はい、あると思うんですけど、じゃあ今日は、はい、豊さんの意図反して、うん、このチームいいじゃんというチーム。いや、意図反して。いいチームっていう、はい、あ、そうだろうなっていうチームはあるから、ね、もちろんそうですよ ね, そうですよね。じゃあ今日はいいチーム、はいはい、ここまで、はい、じゃあまずは、まあ、セパ合わせてなんですけど、いいと思うチーム、巨人だよ。そうですね、今俺は4位予想だったからさ、はい、あ、まあいいスタートを切れたよね、はい、これは開幕前に1番不在だとか、はい、いろんなことあったけども、まあ、吉川を使い、まあ、坂本が開幕から遅れて、でも復帰した後にすぐ4本打つとか、はい、まあ、打線が活発になったよね、うん、あれだけ打てなかったのが、そうです、開幕した途端に打つかみたいな、そうです、なんか急にゴロッと変わりましたか、ね、なんか詐欺師にあったみたいだな本当に。でもポランコがやっぱその打線の3番に入ってすごくいい働きになったよね。そうですね、うん、フォアボールも取れるしさ、はい、まあ要所ではしっかり打つし、だからいい働きを見せてるよね、はい、で岡本はやっぱオープン戦の時から調子も良かったし、まあそれなりの結果を出してるということで、はい、で丸も調子を上げながら開幕を迎えて、そのまま調子の良さが維持されてるかなという、はい、まあ、ところがあるよね、うん、だから、まあ、全てうまくいくような形の開幕からのここまでだと思うんだよね。で、まあ、その中で赤星が、まあ、8勝利を挙げるとか、堀田が8勝利を挙げるとか、若い選手が6人のローテーションの中に半分ぐらい入ってるんだよね。そうですね、あ、まあ、山崎っていうのが落ちたけども、はい、だけどやっぱり使った若手が勝ち星を拾うという、挙げるという、まあ、そういう、 こう勢いもつけれるような、そんな感じでスタートしたからね。そうですね、その未知数の部分が勝ててるっていうところが大きいですね。ただ未知数の部分はまだ不安定さを残してるから、はい、今後わからないけどね、はい、今後でも原監督の中ではキャンディは俺ちゃんとできてると思うんだよね。バックアップ体制、そうだから体制もセーブをポン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 と上げたいけど、はい、これが1年間持つかどうかっていうのがね、やっぱ不安なところだし、うん、まあ、不安定さを残しながらもやっぱよく出てるよね。そうですね、うん、だ巨人でいうところで言うと、まあ、例えば打つのが良かった、うん、そしての若手のピッチャーたちがここまで奮闘してきてる、まあ、そうだね、そこが大きい、大きいね、ですよね、うん、ただね、この前広島戦で負けた試合、はい、ちょっとミスがパパーンと出て、はい、まあ、ここら辺がちょっと心配だけどね、今後の、今後のね、そうですよね、はいはい、さあ巨人出ましたけれども、はい、続いていい、ここまでいいなと。やっぱり広島、広島そうなんです、今順位で2位ですし、うん、練習してましたからね最初。広島はカードに恵まれたっていうこともあるよね、まず外オースティンがいない DeNA に当たったということだよね、はい、だからここら辺も、まあ、DeNA はちょっと戦力少し落ちたような状態からスタートせざるを得なかったから、まあ、広島には広島の投手陣は少し楽だったと思う。だからそういう意味で、そういう意味ではいいカードを引いたなっていう、あ、そこですね、まず、まあ、そういうこともありながら、うん、でもいいところっていうのは、うん、やっぱり先発投手陣が、まあ、安定しているということ、まあ、大瀬良を筆頭に森下もそうだし、はい、栗っていうのは昨年最多勝を取ってとか、まあ、いろいろ実績を作ってきたんで、床田がいいし、はい、玉村か、はい、もいいしね、うん、そういう意味では先発投手陣は、まあ、ある程度は揃ってきて、はい、で不安な点はあの中継ぎ陣だったんだけども、はい、やっぱ中崎が復活したということ、この前はやられたけどね、はい、あの吉川にねやられたけども、でもある程度投げる目処ができてるっていうことは非常に厚みが出たよね、はい、うん、それと抑えの実績もあるしさ、うん、中崎栗林って続くと、うん、まあ、やっぱり嫌な中継ぎ陣にはなってきてるよね、はい、まあ、そこで最初松山を4番に使い、
スタートしたところ、まあ、これも調子良かったし、うん、外国人マクグループだった、はい、が4番に入って、うん、いい働きするしって、うん、まあここまでは非常に良くなってきてるよね。そうですよね、うん、だからまあうまくいってる、うんうん、だそう豊さんの最初の、まあ、まあ開幕前の予想ですけど最下位だった広島がやっぱカードをその怪我人がいたやっぱり DeNA と対戦したことで、うんまあ、ちょっと勢いをつけることができたということだよね。で、はい、あと中日のセ・リーグの中ではね、はい、中日はやっぱこう石川がね石川昂弥が、はいまあ、決勝ホームランを打つとか、はいまあ、ヤクルトから追い上げられたところをホームランで突き放すとか、はい、強打が2打席連続ホームランを打つとか、はいまあ、木下が打つとか、はいまあ、下位打線で4本1試合に出るなんていうのは夢みたいな話だよ中日から言うとね。本当そうですよね。でも立浪監督もやっぱ采配的には、はい、いやあのエンドランを使ったりだとかさ、うん、盗塁を使ったりだとかさ、はい、いろいろこうしながら得点に結びつけてるっていうことを考えるとね、はいまあ、チームは非常に大きい。そうですね、あのやっぱ打てるチームに変貌を遂げてきてる、うん、で1、2番 の, その大島、岡林、はい、これも嫌な存在になってきてるしね、うん、2人とも足あるしだから非常にあのバランスがいいチームになってきてるよね。そうですよね、うん、豊さんもそもそも中日はもう、まあ、まあそうだからここら辺はやるだろうなと思ってたけど、はい、あのまあでも最初負け込んだ時にさちょっと心配だったんだけど、はい、すぐ取り戻す力ができてるよね、はいうん、だから打ち合いにも勝てるようになってきてるしさ、はい、まあもともと競り合いには強いチームだったんだけどね、うん、ロースコアでね、はい、でも打撃戦だったら負けるという、うん、でもそこでも結果が出るようになってきて、はい、まあ非常に中日はいいバランスで戦ってるなって思う。そうですよね、うん、さあ続いてパリーグですけれども、はい、パリーグ、まあ、楽天、はい、楽天はやっぱりね当初考えたようにやっぱ安定してるよね。そうですね、まあ、ちょっと打ってくれれば勝てるという、うん、でマー君がやっぱ勝ち星を拾えてきてるっていうのは、はい、チームに勢いをもたらすよね、はいまあ、昨年そのマー君と早川で10以上、まあ、下手すると20ぐらい貯金作っちゃうんじゃないかっていうぐらいの話だったんだけどそれがまあ誤算に終わった。だけど今年はやっぱマー君はまあ必ず10勝するし、うんまあ、確実って言ってもいいよ。でまだその投げてるボールに余力はあるしね、うん、相当勝っていけるだろうし、はい、でまあバッティング打線の方はやっぱり西川の存在というのは大きい存在になりつつあるね。そうですね、一番バッターが埋められたということがね、はい、足も使えるしさ、うんまあ、この前はホームランを打って、まあ、長打力があるところも見せてるし、はい、だからそういう意味ではすごく、まあ、これからも少し安定はしてると思うよ。優勝するためにはもう一つ打たなきゃいけないけどね。あもうさらにっていうことですよね。そうそう、でもまあ鈴木大地がね打ったりだとか、うん、まあいろんな日替わりヒーローも出てきてるし、うん、まあいい感じでチームは進んでるね。そうですね、本当に投打ともに安定してるチームそうだ、ね、ですよね楽天、はい、はい。さあ他にソフトバンクね。ソフトバンク、いや、ソフトバンクはね、はい、うん、まあ、心配なのは栗原とギータの怪我なんだけども、はい、だけどいなくても勝っちゃったりとか、投手陣がいいよね。そうですね、投手陣、確かにソフトバンクは、まあ、連勝の中の5勝ぐらいは中継ぎが勝ち星を拾ってるしね、うん、その先発も決して悪くはないんだけども、はい、その後ろに回った時、競り合いに回った時に中継ぎ陣が点をやらないということで、だここら辺がやっぱり強みだよね、はい、そうですよね。あと豊さんは、まあ、当初4位予想にはしてたんですけれども、まあ、今首位で松田選手がすごく頑張ってるっていうのも一つあるのかなっていう。マッチも頑張らないとさ、はい、終わっちゃうからね。うかうかしてられないっていうのはあるんですけど、若手も出てきてるしね、はい、だからそういう意味では、まあ、刺激をもらいながら、うんまあ、明るくやってるというね、うん、まあ、藤本監督もやっぱよく選手を見てるな、出していくところが非常に的確だわ、うん、で結果も出すしね、はい、だから非常にいいと思うし、うん、やっぱ1、2番三森と、まあ三森だな、1番だな特に、うん、まあ長打力もね、はい、まあ、昨年とは違ってパワーアップしてるし、うん、まあ、やっぱこうバットコントロールもいいし、まあまあ今のところはうまくいってるよね。そうですね、うん、ただその怪我人の穴を埋める選手が誰なんだっていうことがね、これからの課題にはなってくるけどね、はいはい、さあそして最後ロッテ、はい、まあ、ここは豊さんと今のロッテの順位が一緒なんですよね。打てないんだよ、でも
それはちょっとまあ心配は心配なところですけど、でもね、パ・リーグのチーム打率っていうのは、はい、一番いいところでね、ソフトバンクの2割2分ぐらいなんだよ。防御率がみんないいんですよね。みんな打てないんだよ。そうなんですよ。だから困ってんだけど、はい、さら、まあ、ロッテはいろんな形で取っていくよね。でエチェバリアが日本の、はい、まあ、ピッチャーに慣れてきたということね、まあ、そういうことも大きいし、マーティンが当たってくると、まあ、厄介だろうなっていうふうに思うよね、ロッテはね、はい、うん、だからまあまあチームの場、まあ、それと佐々木朗希の圧倒的なこう爆発力と力、はい、うん、まあ、こういうのがね、松川もそうか、うん、キャッチャーのね、はい、まあ、うまく回ってるとは思うよね、うんうん、そうですね、だからまあ安定的には戦っていけるだろうなっていう。そうですね、去年今年はなんか先発ピッチャーがある程度良さそうだもんね、うん、まあ、去年はあんまり よくなかったけど、枚数も揃ってなかったけどね、まあ、今年は枚数も揃ってるし、まあ、いいかなっていう風な感じがするね。そうですね、うん、まあ、今日はここまでいい戦いをしているチームを取り上げたんですが、はい、じゃあ明日ここまで厳しい、まあ、これはね原因があるよね、厳しさの原因っていうのが。そうですね、ああ、みんなが聞いたら納得すると思う。わかりました、はい、じゃあこれは明日の動画でアップしましょう。はい、はい。